なんかもうすごい大役を任されてる。よし、じゃあ行きましょうか。じゃあ改めてよろしくお願いします。で、今日、昨日ですね、スライドを作っててタイトルどうしようかなって考えた結果これになったんですけど、今日自分の人生振り返って話していくので、無意味なことなんてなかったなと思ってます。人生今35歳なんですけど、35年生きてきて、それはどっちの反…まあいいや。で、まずはですね、小学校時代、これサクッといきます。ピュアでしたね。純粋でした、小学生時代。ただどんな感じだったかっていうと、まずね1個目秘宝があってですね、人生3回モテ期があるらしいんです。聞いたところによると小2で使ったんですね、モテ期を。しかもそのモテてたことを小6の時の飼育員の時の女の子に聞くんですよ。あの時すごいクラスでモテてたんだよって。わかります、この生産性のないモテ期。そう、これがまず1個発生すると。で、自分はですね、2個目なんですけど、自分妹がいるんですが障害者なんですよ。で、結構重たい障害を持っていて、その障害者、今でこそちょっと理解をされてますけど、自分がその当時はですね、やっぱ障害者への偏見ってすごく強い。一緒に妹と母親と買い物に行ってればちょっと騒ぎ出しちゃうような子なんですよね。で、そうするともうあからさまにもう見ちゃダメよって知らないお母さんが言うんですよ、子供に対して。で、そういうのにさらされてたので、母親からもあなたはいいお兄ちゃんでいなさいっていうのをすごく強く言われながら育ちました。だから自分の中でもそのいいお兄ちゃんでいなきゃいけないっていう使命感みたいなのも当たり前だと思って過ごしたような小学生で、ドッジボールとバスケが超好きな少年で、でもいろいろありましたけど、なんやかんや楽しかったんですよ、小学校の時は。ただここからですね、暗黒の中学が来ます。暗黒なのは単純で、自分ちょっといじめを受けてまして、中2中3の時に、そんなにひどくはないんですよ。いろいろあるじゃないですか。今この活動してると、結構そのいじめの相談とかもあってですね、もうなんか自分と比べたらもう自分のなんていじめに入んないんじゃないかぐらいなひどい目に遭ってる子もいるんですけど、わざと聞こえる陰口ですよね。自分のことをあからさまに言ってるのが分かるんだけど、あえて聞こえるように言ってるよねみたいな。そういうのが日常茶飯事であったりとか、あとはちょっとひどいところで言うと、ちょっと学年でちょっとやんちゃなグループって、あるじゃないですか、多少。で、うち男子のちょっとやんちゃなグループがあったんですけど、その男子のやんちゃなグループの一番そのトップというかの人になぜか目をつけられていて、めちゃくちゃ地味だったのに、ふざけて階段の上から蹴落とされて転げ落ちるとかっていう生活だったんですね。で、それはですね、きつかったですけど、自分にも非があるのかなとか、なんかよくわかんない思いながら過ごしてて、で、まずかったのが2個目なんですよ。これ、とある先生がいらっしゃって、その先生が自分太ってたんですよね。今も肉好きですけど、当時もっと太ってて、で、自分の体型をいじってクラスで笑いを取ったんですよね、その先生が。それが複数回重なって、もうそっからもう先生だっけになったんですよ。その先生だけなんですよ、1人だけなのに。ちょっと気持ち分かる方もいると思うんですけど、ある一人がもう大嫌いってなると、それに関わってる人が全部嫌いみたいな。だから先生が一人これをやったことによって、あ、学校の先生ってみんなこんな感じなんだなってちょっと思っちゃったんですね。で、そこから先生大嫌いになって、いじめも相まって、もう人間不信真った中す、もう誰も信じらんないみたいな。で、友達もおらんみたいな。で、それで暗黒時代で、そのですね、聞こえるような陰口が、女子がちょっとスタートだったんですよね。女子が多かったので、もともと自分ここ官女ですけど、俺館林高校観光出身なんですよ。観光でもともと田東あるじゃないですか、太田東高校を志望足んなかったんですけど志望してて、でも共学女子がいるからまたあれになるんじゃないかっていうんで、館林高校に変えたんですね、志望校で。館林高校に入学します。で、暗黒時代を過ぎてですね、変化の高校時代ということで、恩師ね、先生こんな感じで書きました。これ本当ですね、本当に思ってることで、松崎健一っていうね、あの素晴らしい男に出会うわけです。で、ちょっとここあんま喋るとですね、多分本人が恥ずかしがるんでサクッと言いますけど、ざっくり言うと、先生は担任持ってもらったのは3年生だけなんですけど、数学は3年間教わっていて。最初の自己紹介から将棋だったわけですよね。そう、めちゃくちゃ俺お前らに好かれる気ねえからみたいなのを先生おっしゃってて、もう自分は座ってるんですよ、机に。ああもうまた外れ引いたわと思ったわけですよ。最初の自己紹介で言ってきたから。でも授業を受けるじゃないですか。めちゃくちゃ分かりやすいんですよ、数学が。自分中学の時数学別に得意じゃなくて、そんなにどっちかというと英語で得点引っ張って入った人間なんですよね。なのにすげえ数学楽しくて、先生の授業を受けてるとうわ面白いなって分かるし、あと板書綺麗なんですよ先生。だから俺男の人でこんな板書書けんだみたいな。でそういうのもあって、あとはすごい印象的だったのが、例えばみんながなんか問題分かんなくて先生に質問する時ってあると思うんですよ。自分もしてたし自分の周りもしてたんですけど、でも先生って職業がねめちゃくちゃ忙しいんですよ。だから正直質問しに行って「我ちょっと今無理だわ」って言われるのは分かる、気持ちとしては。今なったらよく分かるんだけど、でも当時はそれを言われると「うわ無限にされたわ」みたいなふうにちょっと思ってた人間なのね、中学の時が。あの先生ですね、多分俺が見た限り、俺もそうだし俺の友達とかもそうだけど、質問したのを断ったこと一回も見たことないんですよ。すげえなと思って。でなんかそういういろんなエピソードが重なって気づいたらすごい松崎先生のことは信頼しちゃったの。でこれがねいけないところで、松崎先生はなのね。他の先生は別に信頼してねみたいな。でもそれでもあんだけさっきの前のページでやった社に構えてた俺が信じてるんだよね、先生っていうの。でそっから先生の中にもああいう人ばっかじゃないんだって、まっすぐ生徒と向き合ってくれる人がいるんだと思って、自分にとっては衝撃だった。で結果的には本当先生のことで自分が変わったじゃんか。先生って職業で一人の俺っていう人間がここまで変わってる、教師は面白いなと思って。もともと専門学校志望だったんですよ自分。ライブスタッフって分かる？音響さんとか照明さん、ライブ作る人、音楽のね、あれをやりたくて。でそれの、やりたいっつっても興味あるかなぐらいな。音楽好きだし、音楽でも自分で歌うことはできないから音楽を関わる仕事したいなって。でそれを志望してたんだけど、ある時に先生見てて、ここまで変わったなら自分教師やってみたいかもって思って。で多分先生相談したんですよね。多分まだ担任じゃなかったんですけど、先生に相談しに行って、でお前はその国公立で東京学芸大学目指せっておっしゃっていただいて、単純だからさ、そっかそこがいいんだっつって。で偏差値多分もう20ぐらい足んなかったんですよね、全然足んなくって。で1年間死に物食いで勉強しました。でうちは家庭がねお金がちょっとあんまりない家で、大学進学の条件が家から通えること、あとは国公立であること、この2個を満たしてないとダメだったのね、大学進学が。でもちろん予備校に行かせるようなお金もなかったので、それも含めて相談して、軍大とかさ最大とか選択肢はあったんだけれども、学芸をおすすめしてもらったと。ギリギリ通えたからさ。で、そんなんがあったんですけど、でも3つ目にあるように私ね、なぜか高3でボランティア始めてます。これ今思ったらねちょっとやらかしてるかもしれないんだけど、本当に時間がなくて、もう偏差値足らないし、がむしゃらにやっても最初伸びないんだよね。すげえ勉強してんだけどなかなか伸びなくって。でもやっぱ子供が好きで、なんか勉強以外のものに打ち込むものを見つけたいなって思ったんですよ。俺あんまり趣味がないというか、例えば、部活やってた方もいると思うんだけど、一つのことに打ち込んできた人っていると思うんだよね。俺ないんだよねそれが。ですごいそれがコンプレックスで、周りはあるじゃん。中学の時にさすごい頑張ってて、高校ではやってないけど中学の時に県大行ってる人とか。全くないで、俺何もねえなと思って勉強してるけど。でじゃあ子供が好きだし、で知り合いがちょうどね子供相手のボランティアをしていたんだけど、それがちょうど彼女の生徒だったんだけど、ボランティアしてたからその子に誘ってもらって、夏休み前ぐらいかなにボランティアやって、館林ちょっと今コロナではないけどお祭りとかあるじゃんか。その地域の祭りの出し物みたいな、このちっちゃい子供向けに出し物をスタッフでやるとか、あとは、キャンプを引率で行って、その子どもたちと一緒に引率で行くみたいな、そういうのをやってました。で多分これに関してはいろいろ意見があると思うのね。だってこれをさ、もしみんなにこういうのやった方がいいよって言っても、いやじゃあ時間そんなないですみたいななると思う。でこれから今もちろん受験も結構もう直前だから、もちろんこれは振らないんだけれど、みんながこれから人生大学生とか社会人になった時に時間がねえって瞬間っていっぱい出てくるの、追い詰められる瞬間がね。でその時に選択肢として、追い詰められた時ほど絶対に余裕を持つために何かを始めた方がいいです。人って一個のものにこうもちろん執着するってすごく大事。特に何かをクリエイトする、作り上げる時とかはすごい集中力を出してやった方がいいんだけれど、でも視野が狭くなっている時っていいものが生まれないし、そういう時にあえて違うところに目を向けるっていうのはぜひ視点として持っててください。そしてもしみんなの周り、みんな自身じゃなくてみんなの周りの人が同じように苦しんでたらちょっと声をかけてあげるといい。これね、自分じゃなかなか気づけない、視野が狭くなってるとか、ちょっと間違ってるよって、頑張り方をって多分周りの方が気づくから。だからもしこれから人生生きていく中でそういう場面があったら、そういうふうな視点としてね一個持っていてもらえたらと思います。で、これ受験直前なんで正直ね、俺の受験エピソード話すか迷ったんですよ。なぜなら俺めっちゃ落ちてるんで。ちょっと禁句な気もしたんだけど、でもリアルを話した方がいいかなと思って最後4つ目を話します。俺らの時センター試験、みんなちょっと変わっちゃうけどね、センター試験でした。でまず、センター試験でやらかします。やらかすといっても結果的には取れました。で何かっていうと、2日あるじゃないですか。で初日終わった時にまずやらかしたんですよ、解いた漢字が。で解けなくて、で取れなきゃいけない得点って取れなくて。で先生にもその1日目が終わった時に2日目の朝に新聞で出るんですよ、速報で。だから自己採点できるのね本当は。でも絶対するなって言われてたの。自己採点しないで2日目が終わったらしろと、まとめて。でも1日目本当にもうやばくて、俺結構親と仲は良かったんですけど、あのセンター試験初日の夜だけは今でも親に謝んなきゃいけないように、アレクサもううっせんだよみたいな、普段絶対言わないのに。あまりにもショックでできなかったのが。でそんな当たり散らしても何も変わらないじゃんか。で考えた結果、もう悪かったことを受け止めないと絶対2日目できないと思ったのね。で、自分の判断で2日目の朝もう速報を見て自己採しました、2日目行く前に。でそしたら勘で書いたやつ、センターってさ選択肢だから勘で書いたやつがはまってたのね、たまたま。でそれで思ったより取れて、あ、ラッキーと思ってそのテンションで2日目に臨みました。で結果的に多分当時の俺が学芸志望してたのが70どうせ 3、4% ぐらいですかね、多分取んなきゃいけなかったんだけど結果的に80弱ぐらい取れていて、ラッキーではあったのね。でもここからですよ、ここからまた始まるんです。自分その後今そのセンター利用でちょっと具体的に出しちゃいますね。東京理科の理工学部を受けたんですね。で、センター8割弱取れてたんでそれは受かりました、センターだから。でここから東京理科の理学部、文教大学って分かるかな、埼玉分かる、文教大学、そして早稲田、これを私立3つ受けたんです。早稲田は絶対受かんないと思った、これも記念受験みたいな気持ちで言ってたから。でも文教は絶対 A 判定取れてたから受かると思ってたし、東京理科の理学部もなんとかいけるかなと思ったのね。はい、案の定分かると思うね、これ 3連敗しました、全敗した。で文教落ちた時は本当にもう受け入れられなくて、だって受かると思ってたもん、先生にも受かるって言われてたし。でどうしようってなるじゃん、どうしようって。でどうしようってなって、ある程度切り替えたつもりではいたんだけど、そのまま東京学芸大学国立前期に臨みます。で、書いてありますけど前期落ちました。でここの前期の落ち方が良くなくて、自分ですね風邪ひいたんですよ、前期の時に。熱があって、言い訳ですよ、これ言い訳で聞いてください。微熱がある状態で臨みました。で学芸の数学学部なんで数学のみなんですよ、2次が。このぐらいのね大きな紙、大問1個がでかいんですよ。それが大問4つぐらいあって、大問1の括弧1の簡単な公式出てこないんですよ。もう普通に多分余弦定理とかみんなが知ってるような公式出てこないんだよね。初めてその時に背中に冷や汗が伝わるのが分かるの、自分の。で粘ったんだけど、結局出てこなくて、もう試験時間半分ぐらい経った時に折れました、心が。あ、落ちたなって、終わったって思って。で、結果で当然落ちました前期で。そこからですね、前期の語学発表終わってから後期まであんまり時間がないんですよね、そこまで。で勉強しようにもちょっとノイローゼ気味になってしまって、ちょっと汚い話でごめんね、勉強机に座って下向くと吐き気がするんですよ。完全にノイローゼの症状になっちゃって、でもやんなきゃじゃんか。でもやれないんですよ。これでまたイライラするんですよ自分で。で切り替えらんなくて、で23日ぐらいかないろいろ考えた結果、ある答えに行ったの。何かっていうと、俺ここまで後悔しかしてないんだよね。結局力を出し切れてない、風邪をひいて頭がポーっとしてて公式サイト発揮できなかった、自分の力を発揮して終わったならよかったのに、それができてねえじゃんって。じゃあ後期もラストチャンスなんですよ。うち、東京理科受かってたけど、もう親から受かってるけど私立はいけないわよって言われてたから、だから学系受かれば学系だし、もう落ちたら分かんない、拓郎してたのか今は分からないけれどって言われてて、これだけ1年間死に物狂いで先生にもお世話になって勉強してきたんなら、もう全力出し切ったって受験してこいよ俺と思って。で切り替えて今何ができるのって。でさ、みんなもそうだけど、もちろん今試験と過去問とかやった時に満点取れるわけじゃないじゃん。できる問題できない問題があるじゃん。でできない問題ってどうしてもさ、それを名医ってさ、そればっかやろうやろうって思うんだけど、あと1週間ぐらいしかなかったから、今まで勉強してきた通ってやってきた問題をちゃんと覚えてるかの確認しようと思ったの。でそれで定着させて臨もうって。で毎日毎日自分を褒め続けた。寝る前にすごい悩んで、なかなかねシャーペン動かない人とかもあったけれど、でも悩みながら「お前今日5問やったよね」って自分に言うの。お前は頑張ってっぞってちゃんと。でそれを1週間やり続けて、でなんだろう、みんなも受験も近いと思うんで、ぜひ覚えててほしいのが、受験当日までにどれだけ勉強していったかっていうのはもちろん大事、ね、それは実力だから。けれどもっと大事なのは、受験当日にどういう気持ち、どういう自分がモチベーションで臨めるかのが何倍も大事だよ。これは受験だけじゃなくて、スポーツの試合、例えば吹奏楽部の方だったらその演奏会の発表会でもそう、何かを発表する場、自分の力を出す場でそう、自分が失敗するかもとか落ちるかもとかできないかもって思ったらそっちに流れちゃうから、気持ちも実力も。だから勘違いでもさ、みんなの周りにいるか分かんないけど、すげえやたら根拠のない自信持ってるやつって人生でいたかもしれないんだけど、あの子って強いんだよね、めちゃくちゃ。そのタイプもあるんだよ。お前の根拠のない自信はちょっと違うってやつもいるんだけれど、でもやっぱ根拠のない自信ってすごく大事で、 YouTube やっててもそうだけどね。だからぜひみんなも受験本番、これもねどれだけの期間があるかわからないんだけれど、それまでに自分が毎日、もしね自分の中ではもっとやれたはずなのにできてねえじゃんって突っ込みたくなるかもしれないけど、ぜひ褒めてやってください。それはめちゃくちゃ大事だって、頑張ってんだからみんなはっていうのを思っててください。でちょっと話を戻すと、それをやって受験当日、後期ね当日、めちゃくちゃもう体調も万全にして、でもうモチベーションももう受かるっていう勘違いをしてるわけよ俺は。でその前期とかそれまでの試験は、そのなんだろう、会場に参考書とか持ってったんよね。その空き時間長いからさ、試験で空き時間勉強するぞって思ったんだけど、一切持っていかなかった。これ真似しなくていいんだけど、俺音楽聴くやつと漫画持ってったからね。なめてるでしょ。でもこれ意図があって、受験の例えば試験の直前に見るじゃん、何か参考書を。人って何に目がいくって、できてないところに目がいくんよ。だからタイプの人によってタイプがあるんだけど、焦るんだよね。あ、これもどうするしてるかもみたいな、いらんと思って。俺そのタイプだから自分で分かってたから、だからそうなるぐらいなら、漫画は持ってたけど読んでないよ読んでないけど、もう好きな音楽聴いて、もうなんか自分瞑想じゃないけどさ、始まるまでもう大丈夫大丈夫、できるできるってあれだけやってきたしみたいなふうに思って過ごしました。で結果的に本当ギリギリだったと思うんですけど、なんとか引っかかって合格することができて、東京学芸大学に進むという形になります。で大学ですね、ここがまた目的を見失うわけです。東京学芸大学はほとんど 90% 以上の方が教師になります。そういうちょっと特殊な大学なんですけど、まず何のために学芸行ったかが分かんなくなります。周りもねめちゃくちゃ優秀なやつばっかりなんですけど、でもだからといってこう人として優秀かは違うわけよ。学力はあるけどね。でいろんなことは葛藤があって、 なんでここに来たんだっけって迷い始めると。で教育実習に行って、その教師のリアル、仕事現場の激務ですね。めちゃくちゃ大変なんよ学校の先生、忙しくて。で俺が教師になりたい、俺の理想の教師像っていうのは、生徒といろんな話をして、どっちかというとこう精神的なメンタルケアみたいのをいっぱいできる先生になりたいなって思ってたの。いっぱい生徒と話をしてね。できん、特に新卒で入ったらもう研修だから、生徒と話す時間なんて物理的になくなっちゃうよね。で先輩に聞いたらさ、まあ何3年目5年目ってなってったら大丈夫だと、時間できるよって言われたんだけど、若かったんだよね。俺はすぐやりたいんです、そういう先生って。ちょっと待てません5年はみたいな。でその時に教師じゃない道もありなのかなって思い始めたの、選択肢として。で学芸って教育学部がほとんどなので、その他の学部がわからないよね、話が入ってこないってことで、ちょっと外の世界知らなきゃってことで NPO に参加します。まあいろんな NPO 参加してたんだけど、例えばなんか会社を起業してる方の会議に連れてってもらって、出締めその会議の内容を手書きで書く仕事をしたりとか、いろんな人にくっついていろんな現場を見させてもらいました。でその時に、まあ、教師っていうのが周りにいないからさ、目指してる人しか社会っていろんな人がいるなって思うわけで、じゃあ自分も社会に出た方がいいって。で学校の先生をね、もちろん否定するわけではないんだけれど、学校の先生って公務員だから基本的に就職するとさ、その定年まで永久的に働く方がやっぱ多いと。でも自分はやっぱりみんなにこう将来のことを話したりとかするときに、何だろう、実際の社会の仕事を経験してから教壇に立って言いたかったのね。俺はこういう仕事をしてきて社会ってこうだったんだよって、お前らも頑張れよって言いたいって思って、で教育実習で就職活動しようと、教員採用試験を受けるんじゃなくて就職活動しようってことで進路を変えました。で結果的に自分は営業マンやって、塾講師やって、で独立して今の YouTuber にいます。でまあここはね、最後ちょっと YouTuber の話がメインになります。最後はで YouTube2012 年に始めました。もう8年以上経ってます、ね、27歳だった男がもう35です。時は経ちました。1年目が一番叩かれてですね、今ももちろん、アンチはねいますけど、1年目全然視聴者がいないのにめちゃくちゃ罵倒されました。でその中で一番言われた言葉が多分この偽善者なんですよね。偽善者はめちゃくちゃ言われました。これとあと教育を汚すなっていうでまあそれをやっぱり言われ続けると、実際に届けたい子どもたちには届いてない。だって登録者自分6月1日に始めてるんですけど、2012年7ヶ月間稼働してるんですよ。7ヶ月間で登録者が180人ぐらいしか伸びてないんですね。全然見てもらえてないんですよ、学生に。なのにその罵倒される人は毎日のようにメール来るんですよ。すげえ長文の悪口が詰まったメールが。さすがに営業マンでメンタルは鍛えられたつもりでした。だって毎日さピンポーンってして「うっさいわ!」って怒られるから、ママたちにね、そういう仕事をしてたんだけど、さすがに自分間違ってんのかなって思い始めるよね。自分の中では子どもたちにその無料でできる教育届けたいって、正しいことやってると思ってるって思ってるんだけど、まあ間違ってんのかなって迷いながら、でも徐々にその届けたい子どもたちに届くようになって、でその YouTube コメント欄とかさ、SNS もやってるから、そのリプとかであったかい言葉をもらうわけ。分かりやすかったですとか、テストが上がりましたとか、受験期になったら志望校合格できましたとかで、いろんなエピソードがあって、例えば自分不登校の子も結構見てる子が多いから、不登校で学校行けなかった子が、学校行けない子ってさ戻れない理由って実は2つあって、1個は例えばいじめとかきっかけだったらさ戻れないのイメージできるじゃん、そこに元いるからさ。俺それだけだと思ってたんよ。そしたら実はもう1個重たいのが、勉強がついていけないからなんて、授業受けてないからさ学校の勉強わからないじゃん。である子がその自分の動画、教科書を丸々一冊やってるからさ、それで勉強してくれて定期テストだけ受けに行ってたんだって学校に。そしたらその子がそれで自分の動画だけだったんだけど、学年で1桁に入れててずっと。でそれで自信になって行ってみようって思って行ったと。そしたら授業も分かるって。でそれで自信がついて卒業まで行けた子がいたの。でそれを保護者の方がめちゃくちゃ長文で感謝のメールをくれたことがあって、でやっぱそういうね普段のみんなからのコメントとかリプもそうだし、そういったこともあって、なんとか気づいたら8年っていう時間が過ぎてました。で最後にですね、自分がよく質問されるこれを言ってね終わろうかと思うんですが、結構ね、今日取材も入っていただいてますけど、新聞とか取材を受けた時に、もう一度 YouTube もしね今自分が学生で YouTube がある時代になったら YouTuber やりますか YouTube やりますかって聞かれるんですよ。自分即答で答えます。絶対やるって。この8年間、苦しいことと楽しいことどっちが大きかったかって言ったら、僅差で楽しかったことだと思います。でも僅差です。それぐらい辛いことが多かった。めちゃくちゃ毎日は罵倒されるしで、YouTube って今でこそ結構平和になってきたけど、一時期ねこう見た目ので結構なんだろう悪口を言うとかも普通にあったからどうしてもそれを目にするじゃんか。なので自分って、教育者って言えるものでもないし正直わからないんだけれど、でもこうやってネットを通すことで例えば自分が今高校3年生の何か動画を投稿したらおそらく今1万人ぐらいの方が1日でパッて見てくれる。1万人の方に教育を届けるってリアルの授業じゃやっぱできないんだよね。できっと1万人全員がその好意的にというか前向きにその動画を捉えているかは分からないけれど、でも多くの方に教育を届けて多くの子どもたちの多少ないとも支えになっているんであればやっぱり自分はそこに誇りを持っているし、 YouTuber っていう言葉は世間ではちょっと悪く聞こえるかもしれないけれど俺は YouTuber であることを心からやっぱ誇りに思って他の YouTuber さんも尊敬してるし、だからこの質問されたら即答で絶対やりますと、絶対やってまたこの教育って部門で一番を取りに行きますっていうふうに言います。なので最後に皆さんに言いたいのが、これからまず受験っていう大きなね壁があるしその難しさが辛いところがあると思うんだけれど、ぜひ途中でも話したまずやりきってきてください。俺みたいに後悔の残る受験はしないできてください。それほど悲しいことはない。もしみんながもちろん全員が全員受かってほしいけれど受験には合格と不合格がある、落ちる方もいるきっと。けれど落ちたとしても自分がやりきった方はその先に行った場所で第一志望の場所ではないかもしれないけれど自分が行った場所で必ず輝ける。結局どこに行くかも大事だけれど行った場所で何をするかの方が何万倍も大事だから。でもやっぱり第一志望に行った方がさ自分の中でモチベーションも高く入れるから、もちろん第一志望に受かってきてほしいんだけど、まずは自分のことこれからね毎日自分褒めるってすげえ難しいけれど自分が今日やったことを小さいことで構わないから1個でいい、寝る前に布団入った時に1個でいいから褒めてやってください自分のことをね。それが心の中から思えなくてもいいからそれを続けていいモチベーションで戦ってきて、そしてできれば受かりましたっていう報告を、先生通してだと思いますけど自分も聞けるのを楽しみにしてますので頑張ってください。そして最後に将来どういう道に進むかは分からないです。自分は YouTuber という道を選びました最終的にね。で今はいろんな仕事があります。いろんな仕事が、その仕事の中にはこの YouTuber みたいに新しい仕事もあって世間的には受け入れがたい、もしかしたらみんなが何かを目指している時に親御さんとか周りから「えそんなのやるの?」とみんなの夢とか目標を否定されることがあるかもしれないけれど、みんなの人生だからみんなの人生だから他人が何と言うと関係ない、そこは。でも自分と周りの意見を聞くっていうのはもちろん大事なんでそこのバランスは大事にはなるんだけれど、周りがそういうふうに評価低いこと悪いことを言うから諦めなきゃいけないんだっていうのはやっぱり話が違うので、ぜひみんなが持っている目標とか、みんながついた仕事とかを誇りを持って突き進んでください。楽しんで人生を送ってもらえればと思います。ということで30分くらいかなだって話しちゃいましたけど、一応自分の方から話したのは以上となります。ご清聴いただきありがとうございました。